表の顔と裏の顔をぜひ教えてください。いやもう裏の顔しかないですよ。今裏。表はいつ出るんですか。表の顔持ってきて。表の顔と裏の顔をぜひ教えてください。いやもう裏の顔しかないですよ。今裏なんですね。表はいつ出るんですか。表の顔持ってきて。またなんかライブ来てください。ライブの時は表の顔です。あ、そうなんですか。っていうことにしときましょうか。仕上げていかれたんでしょうか。そうですね、人様に見せても不快な思いをさせないようにエチケットとしてとプラス、役作りとして説得力のある体作りをしましたね。特にどこに力を入れられたんでしょうか。そうですね、これを使って解説しますと。どの辺だろうな、この辺とか。まずは下半身大事ですよね。あとは手とか木刀振りまくってこうやって。まあ、あとはもうあと YouTube でいろいろ見て勉強させてもらいました。そうだったんですか。筋トレ系の方が有益な情報を、アップデートされてるので、頑張りました。